危険に直面した動物は無力です。ただしヒーローがいれば話は別です。今日は動物のよりすぐりの救出劇30選と最後にボーナス映像をお届けします。この犬は発作を起こしていますが、飼い主が優しく支え、犬はその後元気を取り戻しました。この状態でどれだけ耐えていたのか分かりませんが、優しい釣り人が枝を落としてくれたおかげでサギは自由を取り戻しました。犬の群れから猿を救いましたが、子猿は息をしていません。男性は心臓マッサージと人工呼吸で命を救いました。とっさの判断です。あと数秒遅ければ子猫の命はありませんでした。犬の一死の叫びです。空腹と不安に怯えていますが、心優しい人たちに託され、保護施設で元気を取り戻しました。そしてこちらの子猫も人間を信頼し命を託します。浅瀬に迷い込んだ2万7000キロのザトウクジラを力を合わせて沖へと返します。陸地での気流の渦が原因で陸地から30メートル離れた氷の上にワシが迷い込んでしまいましたが、幸い人の目に留まりました。傷を癒し安らぎる場所を見つけたのです。燃え盛る車の中で動けなくなった犬を警察官が助けてくれました。警察官に犬が駆け寄ります。道路脇でこの男性が見つけたのは、水を求めて佇むワシでした。溝から鳴き声が聞こえてきたので開けてみると、頭を怪我した子犬がいました。水に浸かっていたため弱っています。幸い子犬は治療を受け、今ではすっかり元気になりました。陰で列車の運行を支える鉄道作業員は時に命を救います。走行中の列車から飛び降り、雪に埋もれてしまったカモシカを救います。ジンバブエで泥にはまったまま干ばつにさらされていた象を救出します。救出が間に合わなければ水に飲み込まれていたかもしれません。助けてもらえることが分かっているのでしょう。犬は暴れたりしません。まだ小さな男の子ですが、大きな心を持っています。電車にぶつかった子犬は線路の横で助けを求めていました。鳴き声を聞きつけた人によって小さな命は救われました。釣り糸が絡まったイルカがダイバーの元にやってきました。釣り糸を外してもらってからもしばらくダイバーの元を離れません。暑さのために脱水症状を起こし意識を失っている小鳥を通りがかった人が見つけてくれました。小鳥は弱っていましたが、徐々に元気を取り戻しました。浜辺を歩く人にペリカンが寄ってきました。実は口の中に釣り針が3本も刺さっていたのです。無事に全て取り除けました。道路を作るとき動物のことは考えません。
このヘラジカの赤ちゃんは全身アスファルトに覆われてしまいました。アスファルトを取り除くために救助隊が駆けつけます。岩陰から抜け出せなくなった子猿を救い出します。母猿の嬉しそうな様子をご覧ください。道潮の運河にカンガルーが落ちてしまいました。必死で人間に助けを求めています。治療を受けて元気になったカンガルーでしたが、助けてくれた人を見つめていました。21歳の誕生日にこの男性は新雪の上を滑走することにしました。しかし雪に埋もれた馬に遭遇し、予定を変更します。スノーボードに乗って馬を救出することとなり、4日後に馬は飼い主と再会できました。この男性は泥の中から聞こえてくる鳴き声に気がつきます。誰かが猫に残酷なことをしたようです。でも今は自由を取り戻しました。発見された時の子犬はこんな状態でしたが、現在の様子をご覧ください。この鹿のように美しく長い角がトラブルを引き起こすこともあります。幸いそれを見過ごせない人がいました。路上でニシキヘビに襲われている猫を地元の人たちが助けます。命がけの救出です。網に絡まったクジラの子供が船に近づいてきました。網を外し小さなクジラを解放しました。彼らのように心優しい人が増えるといいですね。このヘラジカは雪が積もった沼にはまり動けなくなってしまいました。解放されるとそばで待っていた仲間のもとへと向かいますが、しばらくじっとこちらを見つめています。電柱を木と間違えて登ってしまった怠け者は一歩間違えると命の危険があります。男性が救出のために近づくと、怠け者は素直にそれに従います。網に引っかかった子狐が大声で泣いていました。最初は怖がっていた子狐でしたが、助けてもらえると分かったようです。どれだけ人間を信頼しているかが分かります。原油でも探しているのでしょうか。違います。ヤギを助けているのです。氷の上に迷い込み身動きが取れなくなった小鹿を救出します。凍える冷たさに自力で立てなくなってしまいました。氷から引き上げましたが、凍えた体を温めなければなりません。驚くべきことに小鹿は全く人を恐れていませんでした。感謝しているのかもしれません。井戸に落ちた牛を引き上げるために巨大なトラクターを使います。そして無事成功しました。凍った池に落ちた犬を救うためにあまり時間は残されていません。氷を砕きながら近づき、犬も何をすべきか理解していました。道端で助けを求める鹿に遭遇します。顔が氷で覆われ目も開けられない状態です。人が近づいても鹿は逃げようともしません。そのおかげで鹿は無事に森へと帰っていきました。鉄道で立ち往生していたヘラジカの救出作戦が行われました。ヘラジカは森に返されましたが、急ぐこともなくありがとうとでも言いたげな様子です。
密漁者に角が狙われ殺されるのを避けるためにあらかじめ取り除きます。角は爪と同じようにケラチンでできているので何度でも生えてくるのです。怖がらないようにサイはヘッドフォンをしています。この牛はなぜこんな状態になってしまったのでしょうか。近くに人がいたことが幸いしました。電柱にクマが引っかかって動けなくなっていました。無事発見され奇跡的に助かりました。このヘラジカは他の鹿の頭を角につけたまま人のところにやってきましたが、取ってあげることはできませんでした。この男性は無謀にも鹿を助けるために凍える海に入ります。その後友人のボートを使い頭に引っかかったバケツを取り除きます。今日は以上です。皆さんの動物を助けたエピソードをコメントで教えてください。チャンネル登録もお忘れなく。